はい、今日はこの後ですね、売り込まずに売れる仕組み作りのインターネット集客の、あの全体像ですね、のセミナーをやります。はい、こんにちは。ここのところね、 SNS 絡みの、まあ感じてること、あのコンサルティングをこう日々ねしてたり研修してたりする中で、まあいろいろこう打ち合わせの中で出てくる話だとか、まあ僕自身もその感じていることっていうのを、まあ何回かに分けて少しねお話をしているんですけれど、そんな中のね、またもう一つちょっとねこう、お話ししたいことがあって、あのなんだろうな、これもね、だから先日も、まあ、ある会社さんとですね、そういうお話を研修の時にね、コンサル研修してた時に、まあ、出てきていたんですけれど、あの給与体系です。これだから社長さんたちにね、経営層の方々に特にあの聞いてほしいなって思ってるんですけれど、 SNS でその情報発信をしていくのはもうもはや当たり前ですなんていう、YouTube もね先日アップしたんですけれど、でね、そこにやっぱり絡んでくる話なんです。まあ、何が絡んでくるかっていうと、その頑張って SNS とかやってその売り上げが上がってきたとか、でなんかその結果につながるためにまあやってる、なんかね成果につなげるために作業をするわけじゃないですか。その時に具体的に、まあ、その部署だったりね、お店だったりね、その会社自体の売り上げがその上がりましたと、そういうふうにその例えばね YouTube を見たんですっていう人たちが増えましたとか、 Facebook 見たんですっていう人が増えました、 Instagram 見たんですっていう人たちが具体的に増えましたみたいなね、でその人たちが来てくれて契約してくれて売り上げがアップしてるんですみたいな、まあそんなようなところっていうのも、その評価基準みたいなもの、これまなかなか難しいと思うんですけどね、でもそういうのもちゃんとその会社の中に仕組みとしてね、給与体系みたいな部分ってそういうのやってあげたりすると、やっぱりやる気になりますよね、社員スタッフの方々って。だからなんとなく、なんか俺ばっかり私ばっかりそんな仕事を押し付けられちゃって嫌だなとかね、そんな風に思われちゃうと作業絶対やってくれないと思うんですよ。なのでね、大事な部分ですので、そんなようなその会社の中の仕組みみたいな感じに、まあ、なっててもいいんじゃないかななんていう、まあ、なかなか難しいと思うんですけど、でもそんな部分もぜひね考えて取り入れていただいて、そしてスタッフの方々にやる意味、なぜこういうようなことをやんなきゃいけないのかね、スタッフの方はみんなめんどくさいと思ってますから、どうして私だけ自分だけと思ってますから、そこのやる意味、こういうふうにやったらこういうふうになって、こうやってやって、そしてあなたたちの給料に反映してくるんだよっていうようなね、そんなようなことがちゃんとなってくるといいんじゃないかなと思います。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ご参考にしてみてください。はい、今ねホームページのセミナーが終わったところです。今日もね2時間半ぐらい、やってましたかね。超くたびれた。いや、くたびれるんです、このセミナーやるって。もう僕のね仕事はね、本当にセミナーやる終えるたびにいつも思うんですけど、こんなに疲れる、お仕事だったかなってね、いつも思う。やっぱね、話すっていうのはね、超力、体力、パワーを使うなって最近本当に思います。もうおっさんになってきたのかなってやっぱ思いますけどね。今日もねほら、いろいろ、まあホワイトボードでこうやってぐちゃぐちゃ書きながら、スライドね映しながらこれやってました。まあ、ということで、とっととね帰ってビール飲んでゆっくりしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。来週はね、栃木と仙台に行きます。